はい、皆さんこんにちは、山ちゃんです。さあ今回は本気バレーパドゥーシリーズ第25弾、コッペリア第3幕より平和のパドゥーとフランスとスワニルダのバリエーションをお届けしたいと思います。はい、今回のパートナーはですね、山ちゃん2度目のご登場となります、安木りささんです。よろしくお願いします。それでは早速ですが、コッペリアに、パドゥーとバリエーションお楽しみください。
い、ということで、コッペリア第3幕より平和のパトゥーと、フランツ・スワニュードのバリエーション、お楽しみいただけましたでしょうか。このコッペリアはですね、今でも僕もこう全幕で踊る機会も多くて、結構踊りやすく馴染みのある、作品役なんですけど、僕が初めてバレエを見たのがまさに K バレエのコッペリアの初演、2004年だったんですけどね、それを見て僕はバレエを始めたので、すごく思い出もある作品です。結構素で踊れる感じがします。なんかコッペリアのアダージョってこう決まり、あんまこうこれっていうバージョンが少ない、多くないので、今回はちょっといろいろミックスしてなんかこうオリジナルバージョンを作ってみたんですけど、楽しんでいただけたら幸いです。はい、ということで、今回の動画もお楽しみいただけた方々、チャンネル登録、高評価、そして感想などコメントもどしどしお待ちしております。次回の本気バレーはちょっと先にはなりますが、ちょっとこうアップグレードというか、またさらに質が高いものをお届けできると思いますので、12月クリスマスシーズンお楽しみにしててください。それではまた次回お会いしましょう。リサちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。